はい、それでは第2の坂井さんオーディションの追加メンバー発表しますというか、オーディション会場なんで来るかなっていう感じです。さあ、では見てみましょう。さあ、今回ですが第2の坂井さんオーディション追加メンバーオーディションということですね。自己紹介をお願いします。はい、三郎の矢竹翔太です。よろしくお願いします。三郎なんですね。はい、三郎です。何翔太って言った？宮竹です。宮竹、はい、分かりました。矢竹翔太さんがやってきました。他、まあだいぶたくさん応募があったんですけど、まあ、あの動画自体がいっぱい見られたんでたくさん来たんですが、結局来たのは一人でした。まあ他はね、やりとりしてて、あ、来ないだろうなって思ったんで、あ、やっぱり来なかったです。予想通りですね。既読無視もいたし、もう本当ね、そういう人たちは本当来ないでください。他にも、やっぱ顔は出せませんと。ああ、いっぱい多いですよね、今。受かったら出すって形にしてくださいとか言って、いやいや、そんなの逃げじゃん、完全に。僕の場合、追い込むために顔出したいっていうのもあったんで、ちょっと。だ、追い込むための目的なのに、受からなきゃ嫌だとか。そういう逃げは無理なんで、はい、やっぱ本物のガチでやってください、リアルで、はい、で、あとはやっぱ10時間無理なのに応募してきた人いっぱいいますね。ちゃんと見もしないでやっぱ働いてるとか、仮面浪人ですとか。あ、僕も一応今バイトしてるんですけど。バイト、はい、10時間できるの？バイト、あの早朝の6時から9時までなんです。コンビニで働かせていただいてて、週3。なんでみんな敬うの？そのコンビニで働かせていただいてて誰を敬ってんの？はい、いろいろ来ましたけど、結局残った一人です。あとはやっぱ中村蓮斗の動画見て、怖いです、叩かれるのが嫌ですって言って、あ、まあ僕もちょっと怖かったんですけど、やっぱりまあ三郎だから失うものもないと思う。あ、そうなんですよ。もあ、ただいいこと、まあ小畑くんがやってますけど、支援させてくださいっていう人も来てるんで、寄付させてくださいとかっていうのも来てるんで、まあちょっと額が大きかったんで、いや、それはって僕も受験料ちょっと自分で稼がないとって。あ、受験料を自分で稼ぐって、うん、条件で浪人させてもらってるんで。なるほどね。三浪目は、うん、それはありますね。そうやってね、支援してくれる人も出てきたりするんで、はい、大畑には何かしらと支援してもらってるので、はいはい、それは、まあ、大畑には還元してあげるんですが、そういうこともあったりするので、頑張ってる姿を見せればですね。で、普段どうしてるんですか？普段は有料教室今借りてるんですよ。同じだ、大畑と。はい、そうなんですよ、見た時同じだと思って、うん、家から30分ぐらいのところに有料自習室借りて、うん、午前中家でやって、午後から行って、また帰って勉強するってサイクルでやってて。なるほどね。感じです。で、時間としてはどれくらい？まず6時、9時バイトでしょ。はい。その後は？その後もう直接そのままバイト先から自習室まで行っちゃって、うん、そこで3時間やって、1回家帰ってって感じでやってるって感じですね。え、そうすると何時間何時間？まず12時半ぐらいまでやって、うん、で、そこから家30分ぐらい着くんで、1時からご飯食べてちょっとお昼寝するんです、それで。いつも、うんうん、で、そこからまた4時ぐらいまでやって、もう1回自習室行って、あ、で、帰ってきてもう1回やるって感じで。移動時間が多いな。で、だから時間的には合わせると、合わせると多分10時間半ぐらい、うん、10時間半か、はい、なるほど。その移動時間ちょっともったいないけど、なんで2回行き来するんですか？あ、ちょっと休憩がてら3時間やって30分の移動時間って感じでやってて、うん、だって1回行くでしょ、はい、で、戻るでしょ、はい、で、もう1回行くでしょ、もう1回戻るでしょ、これ2時間使っちゃってんじゃん。あ、そうなんだよ。もったいなくね。まあ、もう1時間無駄してると思うけどな。でも、まあ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 、いや、それ移動は何？自転車とか？あ、自転車です。まあ運動の時間があると思えばいいけど、ただ2時間は多いな。あ、だいぶ遠いな、自転車で30分で。すっ飛ばせば20分ぐらいで何とか行けるんですけど。それでも遠いな、だいぶ遠いな。まあいいわ。普段それぐらいやってて、じゃあ目出すところは？早稲田大学です。あ、早稲田ね。早稲田の何学部？商学部に行きたいなと思ってて。あ、商なんだ。はい、商なんだ。はい、で、商だけ？いや、商と社学と教育。あ、正直同じじゃん。もう忘れたらどこでもいいと思ってるんで。正直、教育全く同じ。忘れたに憧れてるって感じですもん。なるほどね、はい、多いな。今までのその三浪してるってことは、現役一浪二浪はどうやってたの？で、現役が塾通ってて、で、一浪が拓浪、うん、で、二浪も拓浪で、うん、で、今三浪目でちょっと変えなきゃと思って、スタディサプリのあのコーチングシステムみたいなやつで、宿題を自分で考えてやって、写真撮って先生に送って、うん、で、添削してもらうって感じでやってます、うん、はいはいはい。それぞれ現役の時とか受けたところとか学力を言って。現役の時が全然勉強しなかったんです、本当に、うん、明海大学とか、うん、千葉商科大学とか、うんうんうん、で、アジア法政を受けて。アジア法政、アジア大学法政大学。あ、そういうことです、うん、2つね、はいはい。それ受けて全滅して。明海も、明海もとか言っちゃいけないけど、明海も全受からないんだ。あ、そうなんです。ダメだったか。はい。
ダメでした。あの本当に学校が偏差値50ぐらい、模試の成績で上から1番2番の人が2等駒線って、学年でマーチは1人だったんです。特進を抜いてですけど、特進があるんだ。特進はマーチ、地方国立っていうのがそこそこ出てて、で一郎寺がまず早稲田3つ受けて、なんでそんなにさジャンプアップしたの？明快も落ちてたレベルからどうしてその早稲田に？あの実は若手 TV って番組にハマってしまって、はい、なんかありますね。放送で1回炎上してたじゃないですか。はいはいはい。でそれで友達がこれやってるよみたいな感じで言われて、ちょっと見て最初なんだこれだと思ってたんですけど、でも見てたら結構面白くて、大学のこといろいろ知れて、でそこから上の大学行けば行くほど楽しそうだなと思って、そこの学生たちも、で塾の先生が早稲田なんです。あ、早稲田だったのね。早稲田で、その先生がすごいよくしてくれて、でこういう人たちがいっぱいいるんだったら狙うだけ狙ってみたいって思って、で1浪目はそこそこ勉強したんです。でも結局早稲田ダメで、マーチもダメで、受かったのが東洋と武蔵。ああ、なるほどね。はい、なんとか合格いただいて。合格いただいて、みんな言うよね。誰も尊敬するんだよ。受けたのは他、ちゃんと学部も言ってます。あと早稲田の小教育社学。あ、同じだ。はい。で武蔵大学の経営か経済どっちか。うん、で全学部の方で出して、うん、東洋の経営、うん、受けて、明治の経営と小、うん、で法政の経営と全学。うん、受けたな。でも卓郎でやってたわけでしょ。どうやって勉強したの、それ？あのスタディサプリ使ってて、塾の英語の先生がスタサピーよって言ってくれて、うん、で先生の授業見て、あ、これ分かりやすいって思ってて、はい、その前ネクステをゴリ押し暗記みたいなのしてる感じで、うん、全然だったんだ、うんうんうん、すごいね。その塾の先生スタサプ進めんだね。まあいい全然いいけどさ、はい、それでダメで、で2浪目は2浪目は全滅しましたね、簡単に言うと。で前期受けたのが東洋の経営と法政の経営戦略と明治の経営と小と早稲田の教育、小学、社学で毎回毎回やってるのそれね、はい、それで全滅して、あ、ちょっと2浪目なんで、もうこれ以上浪人できないと思って、後期受験に申し込んで、で東洋の経営と社学そんな感じの学部があって、経済を受けて、あとは駒沢の経営のなんか下の方の学科を受けて、で駒沢落ちて東洋の2つが補欠、うん、で1個は声が起こってたって感じだったんで、うん、なるほどね。ローを重ねたけど東洋の逆に補欠になったってことね。逆に補欠に落ちてしまって、まあそういうことなんですよ。多くの人がですね、浪人すればなんとかなるとか、時間かけりゃ受かるとか思ってるんですけど、そんなこと全然ないですから。僕もそれは失敗だなと思って、本当にそうですよ。学力なんてそんなもんですから。でその時はどういう勉強にしてた？本当にスタサプと参考書を使ってやってました、うん、で11月12月がメンタル的にきつくて、あんまり勉強できてなくて、うんうん、その期間で結構抜けちゃったのも大きかったかな、うん、って本当に言い訳にはなるんですけど。参考書は何やってた？ポラリスとかソリューションとか超音ネットソリューションとか、英語がそれくらいで、で他の科目は？他の科目は国語は現代文がポラリスにだけやって、古文が首都圏有名私大古文演習、あるね、河合の先生が、ね、あ、そうです、はい、で日本史が実況中継やってたんですけど、うん、ちょっと合わなくて、うん、教科書に変えてやってた。石川のやつ。あ、そうです、うん、教科書で、はい、それでやったけど、まあ全然、あ、もう全然でしょ、2浪目は。いや、まあね、早稲田だからね。そうなんですよ、レベル全然違うけどね。それだけやっても届かないけど、でもまあ東洋に補欠レベルってことはやっぱ基礎ができてないってことなんで、あ、はい、今やってることもすごい心配なんですけど、今何やってる？今はポラリス英文法と肘先生の読解のスタンダードレベルを今受けてます、うん、講義のやつね。あ、講義のやつ、授業のやつね、受けてるって感じです。うーん、なるほどね。いや、積み上げでちゃんとやっていかないとダメだと思うけどね。同じことやってる気がする、それだと。だってさ、ポラリスの問題ね、自分で説明できる、聞かれて、この問題なんでこうとか言われたら多分できると思います。絶対だな。ちょっとポラリスのいくつやってんの？今、2です。2ね、分かった。上にどれぐらいいった？参照、関係代名詞のところ。うん、わかった。じゃあ、それは後で試しはいいや。そうか、一人しか来ないから、何で試そうかなと思ってたけど、まあそれ聞けばいいや。じゃあそれだとして、10時間半やって、それなんだよね。いや、模試の結果とか過去のやつとかは？あ、うちの目で模試受けてないんですよ。よくそれで行ったな。で、2、3、5は？あ、2番目も受けてないです。何もやってない。何もやってないです。やばいだろそれ。どんな勉強の仕方してるの？で、今回は？最初のやつは受けてないです。
そう、2回目からは申し込もうと思って。当たり前申し込まないと成り立たない動画。ああ、そうか。すいません、そうですね、やばいな、それはなかなかだな。はい、じゃあまあちょっと実力をチェックしなきゃいけないな。英国日本史ってことね。はい、なるほどね。かなりこの距離はあるっていうのを分かったんで、はい、ちょっとまた見ないといけないですね、その辺は。平さん召喚するか。そうだな、その辺のことも一回やらなきゃだなという感じです。わかりました。じゃあこれから実力をチェックしていきますので、英語のですね。はい、はい、お楽しみに。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 これは文的に合わない。文的に合わないとは、文的に合わないとは、うん、じゃあそれは説明になってません。あー、言ってること同じだから、ダメだからダメって言ってるようなもんだよ。そうじゃないよ、きちんとここの説明ができるようにならなきゃいけなくて。はい、最初なんですか。